岩見釣りに使う二股の天秤の説明です。まあ、二股は種類いろいろあります。でこういう鉛、螺旋付きの、螺旋バネ付きの鉛もあります。使い方は、螺旋バネ付きのものは、ここに、周期台を握って、つけると岩見が寄ってくるので、その下にある餌を食べて、まあ、釣果が、上がりやすいというふうになっています。このバネだけというのは、このバネなしの重りの上につけて、巻き餌が握れるようになります。で天秤、二股、これはナイロン仕掛けで、こういう二股になっています。でこれは、サルカンなしなので、まあ、割と動き、仕掛けが動きにくくなっています。でもう、まあ、二股なので、潮の流れで糸がよれたりしやすくなります。逆にこちらは、このサルカン付きなので、仕掛けがくるくる回っても、糸がよれにくくなっています。でこちらは、ナイロンではなく、ステンかな、ステンからができた天秤です。これはここ、間が短いので、ちょっと配置が短めに使ってください。これもサルカン付きです。こんな感じです。でこれは、サルカンなしの、天秤、ステンの天秤です。これは間ちょっと広いので、これと比べると広いので、ちょっと張り層長く、取れます。でこれは、この螺旋重りプラス、二股、これが一緒になったものです。すごく便利なので、イガミの蓄養よく受けます。